マシマシチンパンジーということでね、やってまいりましたけども、マシマシとはですね、ある業界では何かを加えたり足したりするときにね、使われている単語のようです。マシマシはこちら、朝の餌のリズムマシマシといってですね、朝の、チンパンジー運動場に出すときのね、餌の切り方、置き方、はい、あとはチンパンジーの、ね、動かすルートなんかを変えてね、気持ちを動かしていこうという、今日はですね72パターン目ですね。72番、ちょっと龍の出がね、悪い週では最近ありますんでね、まあ、この辺り初心に戻ってですね、まあ、しっかり出し切るという、中央扉からですね、まあ、地下を通して上から餌を撒く流れではなく、中央扉の方からで、さらにですね、ちょっと弱い、メスの、アッコさんもですね、ゆっくり食べれつつっていうところをね、しっかり出して、アッコさんもゆっくり食べれるというところをね、意識した、72パターン目になってますね。ご覧ください、どうぞ。ペットボトルをですね、ポカリを入れつつの、もうトマト、このバナナ入れつつの、ね、トウモロコシなんかも入ってですね、そして丸ごと大きめのみかんも入る、これかなり、ですね、まあ、竜としてはぐっと前のめりになるようなですね、まあ、これ以上ないというような、配置というか種類になってますね。はい、まずはですね、まあ、外に出るというところを、楽しみに朝ぐっと、意識を持っていくような、種類になってますね。これ置き方配置としましては、この叩きのところにもちょっとありつつ、こちらアッコさんシフトですね、果物中心に置いてあって、こっちの、階段の方にデッキ登っていくような流れになっていく、あと中央のデッキにも3つとも、果物がばらまいてあって、この奥の方ですね、この竜チャーリーがグッていくようにですね、トウモロコシなので結構トマト、この辺りはグーッとオスがですね、こっちの奥へ、行くような流れになるようにね、結構インパクトの強いやつがこっちに中心に置いてますね。ペットボトルなんかも4本ぐらいこうやってありますね。そしてあと外周にもこうやって細かい果物、こっちは力用でしょうかね、巻いてあるといった流れですね。ということで外に出る流れです。まずこれは竜走ってたのが絡んでしょうか、竜チャーリー、力、アコさん、和美さんも入れていいですね。やっぱり、竜がですね、竜チャーリーが奥の方にぐーっと行って、アッコさんがまあゆっくりとアッコさんシフトに入った流れで、ちょっとオスは気にしつつも、まあでも竜もですね、奥の方にもっとでっかい、トマトとかトウモロコシあるんでね、ここだけではなくペットボトルを見つつ奥の方に行くという流れでね、これだけアッコさんがね、ここに留まって、まあ、食べれてるというだけでもね、ちょっと意識が分散できたかなという、しかもしっかりとまずは出し切るというところもできつつ、アッコさんも食べれてるんでね、そこは良かったかなと思う朝ですね。はい、まあ、和美さんもこうやって H コーでゆっくり食べれますし、まあ、龍はどんどこちょっとこっちにいっぱいいるから食べていこうということでね、アッコさんはちょっと気にしつつも、ちゃんとアッコさんシフトでしっかり食べれてるというところがまだいいですね。ちょっと食事もしたんでね、この辺ちょっと視界も、遮られつつというところでいいところもある気もしますね、アッコさんシフトにとっては。はい、これアッコさんシフトがそっちにまた戻るというところで、いいですね。結構長い時間ゆっくりとアッコさんがここでゆっくり食べれていつつ、他のオスたちも、まあ、だいぶもう意識はね、竜は奥の方に行って、左上に映ってるのがチャーリーでしょうか、和美さんが H コーで、これ竜でしょうからね、まあ、力は外周でしょうかね。なかなか丸ごとの方には手を出し、あ、こっちに力いましたね。ちょっと離れつつっていうところですね。ちょっとやっぱ丸ごと食べようとすると、気を使ってしまう力ですからね。はい、だいぶしっかり出しつつ、ここに力、ペットボトルちゃんと取れましたね。なかなかいいですね。結構綺麗にアッコさんもゆっくり食べれつつ、リュウチャーリーが意識を奥に行って、リキも違う方向でちょっと大きめのやつを取れるというですね、結構綺麗に決まっ、できた朝だったんじゃないでしょうかね。はい、どうだったでしょうかね、結構ですね、立て直すという回から、竜の、ね、出が悪いというこの週をですね、いかに乗り切るかというところで、結構トマトとかね、トウモロコシとかいつもよりもね、ちょっと、魅力的なやつでインパクトを持たせるというふうにやりつつも、あんまりインパクトを持たせすぎるとね、ちょっとテンションが高くなっちゃったアッコさんが、グラグラと、どこに行こうかなってなっちゃうんでね、うまいこと奥に意識を向けるということをね、
基本にしつつ、アッコさんもゆっくり食べれるっていうところでね、きっちりと出すというところもできるというので、ちょっと良かったんじゃないでしょうかね。まあ、引き続きこういったまずは初心基本をですね、大事にしながら動かしていければなと思います。引き続き、気持ちを動かす朝の出し方考えていければなと思います。マシマシは続けます。今日はこの辺りで、さようなら。